音じゃが、音じゃに、小田裕二のモノマネしてほしい <laughs>。最近の、最近の願いなんだけど、おた、おたじ、音じゃに、小田祐二のモノマネしてほしいんだよね <laughs>。これ全部根っこですよ、おついちさん <laughs> って言ってあの、小田祐二のモノマネ、なんとかしてさ、音だと長くなってさ、おい、あれしてくれよって。小田祐二のモノマネ、根っこですよおついちさん <laughs> って言ってほしいんだよね <laughs>。松岡修造か <laughs>。いい声のやつが好きなのかな。 こいつやっちゃっていいすかおついちさんって。あの、世界陸上、お大いゆの次はおとじゃんかやったしよ。<laughs> 地球に生まれてよかったーっておとじゃんの声で言ったしよ。<laughs> おとじゃお前さ、幸せな暮らししてんだからよってお前地球に生まれてよかったと思ってんだろう。言えよ、配信で。ファンサービスが全然できてねえよ。地球に生まれてよかったーって言ってほしい。おとじゃに。お大事なものモノマネしてほしい。 <laughs> そうだ。全部細かすぎて伝わらないモノマネからだ。あ <laughs>、そうだ。最近の俺の雑談の成分、8割細かすぎて伝わらないモノマネから来てるからな。<laughs> 空前の小田有二ブームが来てる、今俺の中で。<laughs> 逃げられましたよ、おついちさん地球に生まれてよかったーって言ってほしい。あの、デッドバイ出られてて、ね、3人、4人逃げられた時に、幸せを感じてほしい。俺は。スパチャしよう、今度。地球に生まれてよかったですかつっ,って俺が。 一 <laughs> 万円スパチャして逃げられなくする。地球に生まれてどう思いますか良かったですか <laughs> そう、東華道の <laughs> 北社長、桑田雅美、小田裕二。一 <laughs> 月おきにブームが来るんだよな。19万8000円の人と <laughs>、アウトコースでいいよ。アウトコースがいいよ。インコースバイバイ。からの地球に生まれて良かった。次は誰が流行るんだろうな。俺はもう常に最先端を に目を向けていくから。どん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 。栗山、栗山はもうそい一年前に流行った。なんちゃん、あのね、なんちゃん、あのね、ここの落合監督の、このインコース低めの、いや、あの、ここ、あい、ここストップはい、なんちゃん、なんちゃん、なんちゃん、こう見てください。なんちゃん。もうこれ、俺、これ一年前に流行ったんだよ。栗山秀樹の、なんちゃん。流行ったの、俺の中で。 ただ、使いどころがなさすぎる。まず、ゲームの実況でよく使うんだけど、ゲーム実況のキャラクターになんちゃんかいないから。<laughs> だからこうやって、視聴者から言ってもらった時しか、振る舞う。料理じゃないんだよね。汎用性が悪い。栗山は。その点、桑田はやばい。もう桑田いつでも出てくるからね。<laughs> もうびっくりした。最初、何の気なしに、あの桑田のモノマネしてる人好きなんだって。 もうゲーム実況中3、4回出てくるからね、クワタスポット。またクワタ来たのって。あと、あのー、城之内くん。<laughs> ものすごい使えるからな、クワタは。どんな時でも。<laughs> リヴァイも一時期めっちゃ、俺めちゃくちゃリヴァイ凝ってたよね。あれなんで、俺のモノマネの流行り。 わ <laughs> かりやすくないそのリヴァイ流行ってた時、俺の中で流行ってた時、ものすごい雑談とかでもずーっとリヴァイ言ってたよね。最近使ってないわ。配信外だと女と遊んでる時とか言うんだけど、それ全部一緒じゃんみたいな感じで言われるんだよ。北斗明もあったら、お前この野郎チンチン、お前しごいてやるよ、この野郎 <laughs> あの、佐々木健介に見つかったらマジで殺される、<laughs> マジで殺されるモノマネ。てめえ、この野郎、全然しごいてんだから、出せ早くバカ野郎みたいな <laughs>。あれは本当に、俺の中でガチで問題になるんじゃないかっていうふうに、本当にモノ本当に問題になるんじゃないかと思って、今、本気で抑えてる。<laughs> 本気で。 でも、俺、佐々木健介、北斗晶、夫婦大好きだから、もう、言い訳させて、好きだからこそ、しちゃう。あれ、生まれた瞬間、マジおもろかったんだよな。それ、北斗晶じゃねえかよ、みたいなコメントだったぞ。半年ぶりに出したわ。あんた、チンチンおっきいねえっそ遊だ。なんか、どっかで付属行った時に、あんた、チンチンおっきいわねえって言われた声が、ちょっとお前、それ、北斗晶に似てるな、みたいなコメントがあって、 俺が、パンドラの箱開けちゃったんだよな。すごい、レパートで広いな。北斗タカリヴァイ。俺のレパートで10個ぐらいあるんじゃねえのま、悟空。スタヌ。スタヌじゃない、スパイギア。ヒエ。銀ンサ柔道。いっけーハイメガキャノーあと、あの、船井。海王様。武田哲也。ものすげえじゃん、俺。 クワタ。守備範囲広くねハンフリー。守備範囲めちゃくちゃ広くない開示もできるし。豊富なラインアップ、ラインナップを取り揃えております。豊富な、遊戯王からも出るし。あ <laughs>、耳元で騒ぐなったあれか。ダンバインの。シュー当たっちゃう 耳元で騒げだってやつでしょ俺どっちかってその女の方、シューン女の方が似てるな、俺な。だあのー、チャム。チャムの方が似てるな、ショーザマより。チャム、チャムにしよう。ショーとかなんかかっこえが良すぎてダメ。チャムがいい俺。ショー当たっちゃうシャムこときちがい、きちがいことシャム。シャムじゃねえよ。チャムだ。シャムって誰だシャム。シャムな。 ソリッカと一緒、だいたい一緒なの。あ赤木武則もできるしね。あのテーピングのあの。<laughs> <laughs> あれ何の時だっけなんかさ世話になったの。あ俺心が壊れてた記憶があるんだけどさ、なぜか別に対して好きでもねスラムダンクのマッドをずっと流して。 ビップマリオの時だテーピングこっちこっちテーピングこっちこっちテーピングこっちこっちテーピング、テレテレテーでてて、いいからテーピングだ、テーでレテレテー、いいからテーピングだねその赤木武則の声真似できないのにあのマッドの声マネできる、いいからテーピングだ。あのマッド見てくれみんなも、俺が世話になったマッド。BGM 流しながらビップマリオやったよな。 いいからテーピングだ。なんだいいからテーピングだって。俺は、怖がっているのか、テーピングが緩い気がする。<laughs> いや、ね、うつっつっな。おい、ここで全力でジャンプして、魚住に勝てるのか、テーピングが緩ん、テーピングが緩んでいないのか。ピピーいいからテーピングだその後、いいからテーピングだ。狂ったようにテーピングを巻く赤木武則試合中だぞ。試合に集中しろ。 試合に集中しろ、赤木。